パーソナル無線。パーソナル無線は、900MHz 帯を利用する簡易無線の一種である。電波法令から、パーソナル無線に関する規定は削除され、新規開設、再免許はできず経過措置により季節局が、その免許の有効期限まで使用できるのみである。総務省令電波法施行規則第9条の3第1号、及び無線局免許手続き規則第2条の2に、 900MHz 帯の周波数の電波を使用し、かつ、法第4条、第2号の適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局と規定ていた。マルチチャンネルアクセス無線、MCA 無線技術を使用しており、チャンネルは158、当初は80、空中線電力は最大 5W と無線従事者が不要な音声通信用免許局としては最大で、 第4級アマチュア無線技師の最大 20W、1996年、平成8年までは 50MHz 帯以上は、最大 10W と比べても遜色はなく、変調方式は FM で、雑音の少ない明瞭な更新ができる。ちなみに、市民ラジオは、27MHz 帯、最大8チャンネル、最大 500MW、AM である。 簡易無線であるので各種の事業に使用でき、通信の相手方は、簡易無線局、パーソナル無線とされ不特定の相手との更新という、アマチュア無線類似の使用もできる。利用にあたっては、総合通信局、沖縄総合通信事務所を含む、以下同じ、から無線局面許状を取得し、さらに無線機に同梱されている、ロムカートリッジ、 無線設備規則に言う、呼び出し名称記憶装置を、情報通信振興会、旧称、電波振興会、電気通信振興会にて、優勝で必要な情報を書き込んでもらわねばならない。このロムカートリッジを無線機に装着しなければ、送信できず、一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改ざんを防いでいる。つまり、 それぞれの無線機には初めて申請した、際の呼び出し名称、10桁の数字が固定され、所有者、免許人が変わっても呼び出し名称は変わらない。中心機解説、再免許、チャンネル数増加となる、機種変更は不可。チャンネル数が、同数以下の機種変更と免許上最高負のみか。などとされている、特定無線設備の技術基準適合証明等に、 関する規則による適合表示無線設備でなければならない。適合表示無線設備には当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークの1991年平成3年9月から郵便番号を含んだ円形のマークの表示が義務付けられる。1995年平成7年4月からのマークは技的マークである。また、 技術基準的号証明番号または工事設計認証番号の表示も用し、パーソナル無線を表す記号は1締めの R または U である。総合通信局別に以下の中から指定される。無線機を変更すると新たな呼び出し名称が指定されるが、廃止されたつぼねの無線機を使用する場合は、過去に指定されていた呼び出し名称を変更することはできないので、その 呼び出し名称を申請書に記入しなければならない。PA, CR ではない。各局の免許の有効期限まで無線機には、軍番号と呼ばれる5桁数字、158チャンネル機は、PHLEAB の6種類の1英字の特定軍番号も、設定下の設定を要し、同じ軍番号のつぼねの間でのみ通信が可能に、 アマチュア無線における不特定の局に対する C 級呼び出しに相当する群番号は00 0-0-0である。通話用チャンネルは自動的に設定され特定の周波数を占有できない。無資格で運用するために数々の法規制の緩和事項や制限事項がある。アマチュア無線と比較するとなどである。1970年代から急速に増加し、 社会問題化してきた大出力多チャンネルの不法 CB を排除するため、1983年昭和58年1月から電波法の罰則の対象が免許を受けないで無線局を運用したものか開設したものに拡大されたが、一方で不法 CB の増加はモータリゼーションの進展に伴い、謝罪可能な近距離用無線電話システムに対する 大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するために、パーソナル無線は制度化された。1982年、昭和57年12月に登場し、初期にはアマチュア無線機メーカーの他にも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し、多くの機種が発売された。不法 CB から移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、 映画、メインテーマ、1984年、昭和59年公開でパーソナル無線が使用され一部の若者の間でも流行した。大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は、参家の業務無線機メーカー、または業務無線機担当部署が当たったため、民製品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の例を組む。 受信感度よりも信頼性を重視したものであった。また、無線機やアンテナのメーカーが、日本電子機械工業会、現電子情報技術産業協会参加に、任意団体パーソナル無線普及促進協議会、略称は、PRPC を設立し、自主規制として、アンテナの長部を大々色にし、オレンジトップと称していた。1986年、昭和61年には、 チャンネル数が80から158に倍増し、PRPC 自主規格による特定群番号が設定されるなどより利便性が高められた。さらに1987年、昭和62年には、電波システム開発センター、略称は RCR、現電波産業界が、標準規格、RCRSTD-11900MHz 対簡易無線局の無線設備、 パーソナル無線を策定した。しかし、高度な通信性能の割に、チャンネル数が少なく都市部で渾身が頻発したこと、違法局グループが違法改造機で特定チャンネルを独占し、グループ以外の壺を排除、妨害したことなどの結果、自由な利用が困難となっていった。また、アマチュア無線機と比較すると効果で、無線機やアンテナに厳しい制限事項、運用を 参照があり、使用上の工夫がやりにくかった。さらに、反力の不振、小機種あったが、アマチュア無線機と比較して、大業の筐体と、重量、代消費電力のために、操作性が劣っていた。これは 900MHz 帯という当時としては、高い周波数を利用することによる。や、1993年、平成5年より、 電波利用料が徴収されるようになったことなど、様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きも減少し、1990年代に入ると、ほとんどのメーカーは、市場から撤退した。その後、違法競争型暴走族などが、連絡用に中古機を買って運用する例もあったものの、急激な減少に歯止めはかからなかった。 21世紀に入ると携帯電話の急速な普及に伴い周波数の割り当て変更が提起され2012年平成24年から周波数を共用2015年平成27年11月30日には周波数の割り当てが削除された2018年平成30年12月31日をもって制度上も消滅したただし 周波数の割り当て期限決定以前の免許については、その有効期限まで有効とされる。登場の1年ほど後から、利用者にはわからないはずのチャンネルを表示する、チャンネル表示、任意のチャンネルを指定できる、チャンネル固定、ロムなしで送信できる、ロムなし送信、送受信周波数範囲を拡大し、パーソナル無線周波数帯を逸脱する、他チャンネル化など、 俗に、スペシャル機などと呼ばれる違法改造機による、特定チャンネルの占有やパーソナル無線周波数帯の上下で運用する各種の業務無線に妨害を与える、オフバンド運用、また出力を増幅して、空中線電力を増大する装置、パワー、ブースターアンプを接続し、不法 CB 無線と同様に、幹線道路沿線のテレビ、ラジオ、有線放送をはじめ、 店舗の自動ドアの開閉に影響を与えるなどの違法無線局が問題となっていった。パーソナル無線機の改造にはソフトウェアのソースコード、メモリマップ、コントロール仕様などの情報やアイスなどの開発システムが必須である。初期の機種は一般的なエプラムが使われていたため、改変したデータを ROM に書き込んで差し替えるだけ、もしくは簡単な変更で改造ができた。 後に改造対策として使われるようになった一般には手に入りにくい表面実装ロム内蔵 CPU も改変したデータが書き込まれた CPU と交換して改造されていた合成樹脂などで固められた基板は樹脂を溶かしたり基板ごと交換する荒技も存在した出力を増大するパワーアンプは UHF 帯 u えに比較的高い技術が必要であった 当時のトランジスタでは、単品では50ワット程度が限度だったため、これを超える出力のものは、複数のアンプの出力を合成して100から200ワットの出力を得ており、200ワット以上のものは、ほとんどなかったようである。1992年、平成4年より、パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する、違法局に対して警告するため、電管規制局が免許されている。 種別は特別業務の壺根。免許人は総務省。通信の相手方は本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備。空中線電力は25ワットで、下半型の無線機にボイスレコーダーが接続され、録音沙汰内容を一方的に送信する同胞通信を行う。電管規制局の操作は、 第3級陸上特殊無線技師以上の無線従事者、またはその監督下でなければ行うことはできない。1994年、平成6年には違法運用する無線局は特定不法解説局と無線機は不法に使用される可能性があるとして指定無線設備とされ、販売業者に対し購入者に免許取得を告知する義務が課た。2005年、 平成17年12月に無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正され、経過措置として、旧基準の無線設備の使用は平成34年11月30日まで、旧基準の無線設備による免許申請や変更申請が可能な期間は平成19年11月30日。あとに、 平成29年11月30日に延長までとされた。試行と同時に RCRSTD-11 も改定されたが、すでに全部の無線機メーカーが市場から撤退し、新基準による無線機を開発、製造するメーカーもなくなっていた。2006年平成18年にはパーソナル無線廃止が検討されていることが公表され、 廃止への方向付けがなされた。パーソナル無線を代替する無線システムも検討され、2008年、平成20年に 400MHz 対簡易無線デジタル化のため、国時周波数割当て計画が改正。され、その一環として 351MHz 帯に、計3 5チャンネルが割当てられ、登録曲制度の導入による無線機のレンタル。 レジャー目的や上空での使用、不特定の相手との更新が認められ、2009年、平成21年から登録が開始された。2011年、平成23年には、曲数の減少及び周波数逼迫により2012年、平成24年から、携帯電話にこの周波数帯を割り当てる予定である、ことから、廃止を前倒しすることが提起され、 8月31日に免許の有効期間が5年間に短縮12月14日にはパーソナル無線への周波数割り当てが平成27年11月30日までとされ以後交付される免許の有効期限も同日となった割り当て期限の決定に伴いパーソナル無線が特定周波数終了業務の対象となったこれは 周波数割当て変更の工事日以前、つまり割当て期限決定以前に免許された無選挙区に対し廃止することを条件に登録周波数終了対策期間が給付金を交付するものである。2012年平成24年2月には登録周波数終了対策期間に今日はエクシオが指定され、給付要領が認可された。給付金額は 電波利用量を原子に特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則による式に告示された額で次のように計算される。また、免許の有効期間が5年以内のものは廃止と同時に音声通信用簡易無線免許局への変更もできる。とされた。対象となるのは事実上。 平成23年8月31日以降に複数局を新規開設、再免許した法人、団体、個人事業者を含むに限定される。一方、この周波数帯を利用する事業者はソフトバンクモバイル、現ソフトバンクに決定し、7月25日からプラチナバンドという名称で携帯電話サービスを開始した。 これにより、パーソナル無線に渾身が起きることが不可避となり、免許上には電気通信設備からの渾身を許容しなければならない、と俯瞰されることとなった。ただ、携帯電話はデジタル変調なのでアナログ変調のパーソナル無線と相互に傍受されることはない。同時に改造機や免許の有効期限切れの無線機の使用は、電波法第百十条第一号の不法解説の 一年以下の懲役または百万円以下の罰金の罪に問われることはもちろんであるが、携帯電話通信を妨害することは、同法第108条の二第一項の重要無線、通信妨害として、5年以下の懲役または250万円以下の罰金の罪としてより重く罰せられることがある道場、第二項により、未遂でも罰則の対象である。2015年。 平成27年8月28日には12月以後に新規開設再免許はできないが免許の有効期限が平成27年12月1日以降の季節局はその期限まで利用できる。ただしチャンネル数を増やす変更はできないと発表された。電波法では免許を有効期限前に取り消すことは第六章監督によるがパーソナル無線については 第75条により免許人が結核事項に該当する場合か、第76条第4項により、電波法令に反した運用をした場合のみしかないので、これ以外に免許を取り消すには、電波法改正を要するからである。なお、9月5日の時点で、免許の有効期間を5年とする、電波法改正後も有効期間を10年として、発給されたものがあり、最長で、 平成34年1月9日までのものが3曲あることが確認されている。総合通信局での事務処理の誤りと思われる10月30日に給付金交付の受付は終了して11月30日の割当期限を迎え平成23年12月14日以降に免許されたつぼねが一斉に廃局となった。 この日現在の曲数は7755曲であった。12月1日以後は、季節曲のみが免許の有効期限までは利用でき、防失や住所変更などによる免許上の再交付もできる。無線機を変更することはできるが、80チャンネル機を158チャンネル機に変更することはできない。 割り当て期限直後の12月5日現在の曲数は6833曲で11月30日に有効期限が満了したのは約900曲とみられる。2016年、平成28年12月13日で割り当て期限決定の工事から5年を経過し、平成23年8月31日から平成23年12月13日の間に、 免許されたつぼね、つまり、有効期間が5年間として免許されたつぼねは、小日までに廃局となった。直後の12月24日現在の局数は3893局であった。2017年、平成29年12月13日には、総務省令、告示からパーソナル無線に係る事項を削除し、平成31年1月1日に施行すると、 発表された。2018年、平成30年10月4日に、総務省令、国示の改正が交付、平成31年1月1日施行とされた。これにより12月31日に、電波法令から、パーソナル無線という文言は消滅した。2019年、平成31年1月以降も季節局は、経過措置により免許の有効期限まで利用できる。 不法 CB が流行した時代に、山梨県にある NASA 通信は NASA パーソナル無線と称した 37MHz 帯の AM 無線機を製造を販売していたが、これは本項目とは関係ない。同機を送信できる状態で所持しているだけで、電波法違反に問われる。NASA 通信は、省電力なので違法ではない。緊急時には、同一周波数を使用している。 自衛隊に協力できると強弁していたが各地での裁判ではすべて敗訴している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。